おはようございまーす。ティナと申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。今回の動画ではですね、まあ企画ものなんですけど、ティナさんに、モンバトを教えてほしい。まあ要はティナさんと一緒にモンバトがしたいと。画面共有しながら。そういう嬉しいお声掛けがありまして、いや、マジでこれ嬉しいね、正直。自分が教える側ってなるとまた別の知識が求められたり、どこまで言っていいのかなっていうところがあるから、安易なネタバレとかさ、できないじゃん。だから、ちょっと気遣いながらやってたんですけど、いや、一番面白かったのはですね、パッチョにね、4回負けたところですか？本日は非常にオーソドックスなパーティーとなっております。今回はですね、コラボ相手していた、時かせゆのさんの好きなモンスターと、ティラの好きなモンスターが、単純に出てくるだけです。行くぞ期待のニュークマーポッポーンって。さあ、期待のニュークマーはポッポー軍団、なんと特技が5つというとんでもない構成になっております。なんじゃこれや。コラボ相手、時かせゆのさんはですね、キラーマシンが結構好きなんですよ。モンスターズの時に、キラーマシンにポッポーってつけたりとか、ね。ってことは、ポッポーっていう名前の割には、恐ろしい、とても恐ろしい怪物なのかと。ポッポーはなんかね、公式で作ってあるんだけどさ、作ってあるみたいなんですけど、これなんですよ。それがポッポーがキラーマシンだから、ちょっとなんかすごい違和感感じる。わーいというわけで、今回のチームはもうオーソドックス。さあ、氷を取って、ターン発動的アイスクラッシュ行くぜよ。さあ、期待のニューカマー登場です。キラーマシンの第3の技、コード041、行くぜ。そんなもんだろう。まあ、頑張った方だと思います。今回は勇者やってるんでね、両方とも相性が発動します。まあ、このキースドラゴンとキラーマシンを組み合わせにあたって、可能なのは武闘家と勇者ですね。どちらも技構成は変わりなくなるんですけど、今回は勇者をチョイスしてみました。武闘家でもね、いい動きできると思うよ。なんでかっていうとね、まあ、これ使いたいからですね。そう、これは、ゆのちゃんじゃ見れなかったんだ。行くぜ！フォースの力を身にまとう！今回のパーティーは、キースドラゴン、キラーマシーン、そして銀河の剣、すべて属性攻撃です。なので、この一ターンで爆発的なダメージが期待できます。武闘家じゃそれがね、ちょっと難しいからね。行くぜボーガンの雨降り注ぐ行くぞー。わー、すごい単純に威力2倍だからね。ここで決めるか、超新星爆発スーパーノファ行くぜ、俺行くぜ、おー耐えたねー、耐えたねー。ドロヌーバーがなんか避けるんだけど、まあ避けるけど、いや、ドロヌーバー意外と避けるよ。避けるけどもやな。さあ、キスコが決めてくれます。口から、いけ！絶対レードのブレスを吐き出す！凍える吹雪でリーサル！にしても、お前ら、ぴょこ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 避けやがっていいよ。いや、でもまさか本当にね、コラボ系統に、その、モンバトの、まあ今回、先生として、本当に、先生なんだよな、あれ、サムネ上。お呼ばれすると本当に僕も思ってなかったんですよ。嬉しいことだよね。いや、一人で僕はさ、モンバトをこうやっていろいろなチーム作ってさ、使ってさ、みんなにね、見てもらってるわけじゃないですか。その中でさ、見て、ね、見てくれて一人がね、その一人がね、一緒に教えてほしいとかさ、コラボしたいっていうのはさ、すごいことだと思うんだよね、これって。あ、いい、いい、もうできる子なの見てたら分かったから。いい、いい、いい、今ね、俺が。一人のコラボ、ね、一人でね、ことごとやってた人はいつの間にかさ、名前が違ったってさ、モンバトやった小さいなっていうのをちょっと認識してもらえたって、そうなんですよ、その今。なんてことするの、いきなり。いきなりもうそういう演出いいから、俺らがいるんだから、そういうのは。行くぜ、炎の矢を打ち出す、行くぜ。フォースに乗った火力はやべえな。体勢もう思いっきり貫通してるもんな。星明かりの光、激しく光るスターライト、行くぜ！もういいねー。もう一旦で1500だもん。考えられないダメージが出てるわ。いやー、これはね、DLC 限定なのが痛いよな。いや、DLC じゃなきゃ、これはね、ぶっ壊れだったな。うん。さあ、スターライトにリーサ行くかな？せーの！オッケー！
火力が高い。あれ？これ嫌な予感がするな。そうだね、嫌な予感がするよね。はは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 はあ、大丈夫かな、プラチーム。いや、破壊の時は白目より弱いから大丈夫。耐えれます。やっちゃってください。スライム界の女王様、ウルスラーっと。何しに来たのよ。レベル99の前にプラチナキング、あっきなく散るって。というわけで魔王を召喚することにしました。さすがにパチナキング勝って、お、このチームポッポーとか言ってるのはちょっとさすがにまずいので、まあ魔王に勝ってね、勝利をつかみ取んでね、ね、勝利をつかみ取ってみせましょうや。お、どうも武道さん、君は全図だ。突破させてもらうぜ、すっと。いや、まあでもフォースの火力も相まってさ、4300程度やったら削れるんじゃねえかな。まあそうやって思わざるを得ないですね。まあね、ここで氷に弱くてね、打撃にも弱いね、なんか某邪教の人やったら、まあ間違いなく削り切りに行ってたんですけど、あいつだとね、あいつとちょっと違うのはね、お前はおーすごい。お前なんだよ、音も連れてねえんだよ。で、あおー、すいませんすいませんすいません。ヒースドラゴンがまあそこそこ燃えるな。うん、炎呪文は大丈夫なんだけど。やっほー！うわー、キラーマシンが一番飛んでったっていうね。さあ、行くぞ、マヒャトギニ。作り出すー！ポッポー！マヒャトギニだ！まあ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 、十分だ。投げでや。いけ！氷をまとって、アイスクラッシュ！うわ、全然効かへんがな。しゃあないわな。ムード氷強いんやもん、よりによって。いや、ここで本当に邪教の人出てくれたらボコボコにできたと思うんやけど。あ、やばいわ。こういうこと言うとね、後で、わー、避けられてる。一番の打点が避けられる。一番の打点が避けられる。いや、風技とかありゃいいよかったんやけどね。打ち出すー、行くぜ。これも避けるんだ。やばい、武道の意地を見せるな。なんで、お前そんな避けるよ。いや、避けるもん、避ける魔王だけどさ。マジでかー。三連ミスか、マジでか。ちょっともう俺目ん玉飛び出そうだわ。目ん玉飛び出るわ、びっくりするわ、そんなんされたら。やばい、奇跡の逆転を狙うって言われてるぞ。やばい、武道が一人でめっちゃ強い瞬間が今できてるもんな。翼に勝たないとやばいよ。まあまあまあ、先生、師匠として恥じないプレイをいたしたい。チラ式の2秒でね、つばぜり合いのね、やり方っていうのを教えてやるよ。いくぞ。流れるようにね、連打するのが特、コツですね。流れるような連打。これが、滝登り式、ウォーターフォール。ね。ウォーターフォールと滝登りって言って、なんか今別のことじゃなかった？あとは、勇気を貯めて勝つだけなんで大丈夫ですよ。うん、勇気を貯めて勝つだけ。大丈夫。いいねー。ちゃんと出るね、こっちは。あとは勇気を貯めるだけですよ。つばぜり合いはね、確かにちょっと怖いっす。うん。つばぜり合い正直さ、負けたらさ、こっちも負けが確定するみたいなとこもあるから、やってて確かにつばぜり合いは怖いなってとこはあると思うんだよね。それは本人も言ってた。だけどこのゲームやっぱね、つばぜり合いがね、一番の駆け引きで、面白いところでもあるから、面白いところの一つでもあるんですよ、これ。その瞬間。つばぜり合いする瞬間はめっちゃ面白いと思ってる。だから、恐れずにね、やってほしい。もし仮にね、ゲージが少なくても、一人プレイの範疇だったら、大魔王とかね、CPU 戦とか、その範疇であれば、割とね、なんとかなることが多いんですよ。たとえ赤最小引いても勝つことがあるんで、やっぱりね、メンタルが大事だと思うんですよね。はい。つまり、つばぜり合いっていうのは、メンタルがあればいけます。はい。もし絶望的なゲージでも、メンタルでね、乗り切ることが可能です。はい。今まで僕はね、ずっとそうしてきました。もうね、変なチャレンジいっぱいしてきましたよ。その全てをメンタルで乗り切ってきた。勢いとメンタルだけで乗り切ってきたんです。どんなチームでも、どんな絶望的な状況でも勝てる時がある。 1% でも可能性があるなら、即の時はメンタルの出番ですよ。はい。
あの、なんでいつの間にかモンバトってメンタルゲーになっちゃったんですかね。いや、こんなモンバト実況は見たことないな。まあ、賢い方は分かってたかもしれませんがね。なぜ、一戦目に武道が来ていたのか。それは全てこいつのためです。DLC でしか戦えないんでね。ちょうどいいでしょう。冥府の帝王、ガーディス。ね。下手な赤目より強いんでね。なかなかいい戦いになるんじゃないですか。行きましょうや。こっちはメンタルで勝負や。ん？ガーディスは簡単に言うとダークドレアムみたいなもんなんですよ。言っちゃうと。すべての攻撃にね、弱耐性があって、まあ打撃耐性もあるっていう。で、攻撃に麻痺とか呪いとか、そういうのを含んでるんで、まあ白目の中ではかなり強い部類に入りますね。それをね、ちょっと削って、ここは勝って、ポッポーと言わせてやりますよと。うん。ガーディス、おめえもポッポーに負けんだよ。ポッポーの前に敵はなし。いいねー。いけ、ポッポー。いけ、霊気をまとった。マヒャド斬り。あー、打撃含んでるとねー、だいぶ軽減されんねー。亡者の嘆きから入ってきたか。これ呪いあるからね。まあ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 、呪いもね、呪いは糸もたやすくちょっと、かわしましょうや。まあまあ、ダメージはそこか。あー、ポッポーお前かい、呪われるのお前かよ。そう、こういう風に、攻撃力もちゃんとあるし、状態異常もあるから、白目の中ではもしかしたらめちゃくちゃ強いんじゃないかなっていう話ですね。敵として回した時。自分で使うと、ちなみにこいつ割と雑魚い方です。自分で使うとゴミカス技を連打するタイプなんで、敵として出てくるとめっちゃ強いんだよね。さあ、このターン、まあ、上々。普通に上々。いい戦いをしている。あー、マジでドルモア引くここ。やばい、勇者が狙い撃ちにされるぞ。さあ、このドルモアはベギラゴンと同じ暗黒灼熱というちょっと変わった技を持っていますが。主人公は吹き飛ぶな。うわ、いった。奇跡も逆転の目だ。ここから勝てると思いますよ、僕は。そう、コンスタントに当てて、さっきの武道と同じ感じ。ここにつばぜり勝って、コンスタントにポンポンポン当てて、光の玉リーサルです。はい！おお！いや、このゲージやばいだろと、皆さん思うでしょ？いきます。これがね、キラ式のね、メンタルつばぜり合いです。メンタルで勝つ、俺は勝つか！来ましたね。これはもう普通にチャンスあるよ。いい感じ。次進化の表を使うか。そうやね、ちょっとね、個人的に回復にも回りたいんだけど、1回心はしてるから、でもちょっと回復にも回りたいけど、1呪いがちょっと気になるんだよな。なんでちょっと塩梅で1171なら耐えてくれると思う、ある程度。みんな打撃には硬い方だしね。メタルキングの盾がね、何にも仕事できてないのがね、大魔王戦の辛いところでありますが。いよいよ、これでしっかりコンスタントになれば勝てる。オッケー！さあ、もう何が怖い？もう何も怖くない！だって、耐えるでしょ？本気。1100もありゃ。ああ、耐えてみせよう！打撃ならね、大丈夫。耐えれますよ。来い！耐えてみせよ、そして俺が勝つよ、そして俺が勝つ。1171なら耐えてくれると思う。1171なら耐えてくれると思う。1171なら耐えてくれると思う。あれ？ポッポー。